僕らこのままのものづくりでいいのかなっていうのがあってですね、同じものを作ってったら絶対負けるので、このまま作ってちゃいけない、なんか変えてやろう。ヤマハの挑戦が始まった。バイクってなんだろう、今までなかった新しい新しいバイクを作る、それをワクワクしましたね。乗った瞬間にこれ面白いな、すごいなと。乗って楽しい、そこにファン、エキサイトメントがある。乗ったら楽しい、嬉しい、その乗ったことをみんなに話したい。いいものになることが分かっていたので、もう一丸となってスタートできました。 MT が生まれた日、それはヤマハにとって大きな一歩となった。乗った瞬間にですね、終わってこういうあのセンセーションっていうのが心に響いてくるし、加速感ですね。いかに乗って楽しいかとか、使いこなした達成感が嬉しいとか、自分の意のままに操れる。軽いしトルク回って乗りやすいから、自分で操作できちゃうかもって思うんですよ。お、なんか今までよりもクッと曲がるなと。そこで一つのコンセプトワードが生まれた。出てきたキーワードっていうのがトルク&アジャイル。トルク&アジャイル、それは誰もが操れる、楽しめるバイクの本質である原点をヤマハがもう一度世に知らしめた瞬間だった。エンジン形態もフレーム形態もはっきり言ってバラバラなんですよね。バラバラにしたくてバラバラにしたっていうよりかは、それぞれの排気量サイズにベストなものを作りなさいっていうのが MT の良さかもしれない。トルクを自由に操れれば MT じゃないですか。やっぱりそれぞれの個性を持ったメンバーが集合して MT という世界を作っていく。アジャイルといったところがですね、一番こう体感しやすいモデルになってます。その力強くて俊敏で速い都会のチーターです。サイドスタンドをまたがった状態から起こすっていう動作をだけでも比較すると、この車が非常にあの軽く仕上がってるんだなっていうのは感じていただけると思います。07はカジュアルですね。実はまたがってみるとスリム で軽量で、実は扱いやすい。あるようでなかったミドルクラスの中の新しいロードスターっていうふうに言えると思います。トルク&アジャイルしか入ってないっていう感じですね。MT シリーズって言ったらこれですって、やっぱり先頭に出る子だもんですから、自分を刺激する何か得られる、そういうことができるバイクなので、トルクとアジリティのバランスがベストだと思ってるのは実はこの子です。トレーサー乗っててすげえいいなって思えるシーンって、やっぱりあのショートツーリングだと思うんですよね。まあ、行き帰りの移動は楽にはしたいし、目的地に着いたら楽しく走りたいし、これならちょっと攻めてみようかなって思えるような、そういう楽しさが生まれるっていうね。ツーリングに行く時に何が欲しいかなって考えて作っちゃったんですよ。2015年秋、ついに MT シリーズからニューモデルが登場。 MT-09 をも凌駕する圧倒的な力強さを兼ね備えたスーパーバイク MT-10。 これがまあバレンティーノがスイートって言っとったことかなっていうところとか、必ず感じていただけると思いますし、楽しんでいただけるモデルになっているというふうに自信を持って言うことができます。こう高い高い山を登ってですね、やっと頂上に着いたっていう、そういう感じです。やっとですね、その CP4 エンジンを多くのお客様に体感していただける、お待たせしましたと、そういった思いでいます。
今までになかった新しいバイクを作る。そんな思いから生まれた MT は今世界中に羽ばたいている。しかし MT の新たな歴史はまだ始まったばかり。果たして今後どのような道を駆け抜けるのであろう。